こんにちはったらこんにちは、いずもです。今日もご視聴ありがとうございます。先週作ったですね、 LED の調光回路にダイソーの LED ネオンコードをつないで本当に調光できるかどうかを確認しようと思います。で、よいしょ。で、これが新しくなった回路ですね。先週は LED があった場所に LED ネオンコードをつないで、あれですね、電流制限用の抵抗はもう取っ払って、5V をここにつないでいます。で、NMOS スイッチで、調光するところとかは一緒ですね。で、IC の電源、STM の 32L010 の、マイコンの電源が 3.3V であることには注意です。これに 5V つなぐと壊れます。多分やったことないですけど、はい。次にですね、実際の写真がこれです。で、これですね。DC ジャックを新たに作って、ここから調光された PWM の5V が入るようになっています。はい。DC で光ることは確認しましたが、実際調光はできるでしょうか。さあ、試してみましょう。で、結構ね、実はちょっとドキドキしてて、この中にですね、昇圧だとか昇圧だとかの、まあ、LED を光らせるための回路が何か、特にですね、スイッチング系の、回路が入ってると、ちょっとおかしなことになって、最悪燃えたりする可能性があるかなと思って、ドキドキしてました。はい。中の回路もわからずに、外側から無理やり調光とかするのは、良識のある人はあんまりやらない方がいいです。はい。はい、ではですね、いざ、やってみましょう。まあ、とは言いつつ、実際この時点では、録画してる時点では、あれですけどね、結果はわかってるんですが。では行きまーす。はい、PWM。はい、ちゃんと調光できてるみたいですね。まあ、500円ですからね、変な回路は入ってなかったみたいです。うん、なんか深海生物っぽいですよね。見てて飽きないです。はい、うまくいきました。なんか、結構ですね、雰囲気が出て面白いかなと思いました。ではですね、実はですね、ちょっと、実験をしてます。でですね、PWM 周期は、さっき書いてたタイトルに書いてみたいに 1kHz だったんですけど、これを 100Hz に落としました。PWM 周期がですね、1ms を、100分割して、1から100までの PWM 幅で今光らせてたんですけど、これをですね、10ms を一周期にして、やっぱり100段階に割って、光らせてみました。で、光り方がね、ちょっと変わるのかなと思って、試してみたんですけど、まぁ、ちょっとね、面白いことが起きたので見てください。はい。で、これが100Hz バージョンです。ね、近づいてるのがわかりますよね。これ肉眼ではね、全くわかんないんですけどね。はい。カメラのフレームレートが多分 50Hz とか 60Hz とか、Hz とかなので、スピードが割と近いから、干渉しちゃってるんだろうなと思います。で、例えばですね、撮影を、前提とした機械とかは、こういうことが起こらないように、まあ、例えば調光するにしても、ある程度の速さ以上で、調光を行うとかね、例えば1秒間に1000回、チカチカさせて調光するんだったら問題ないみたいなんですね。1kHz バージョンの光を見てもらえばわかるように。ね、そういうふうに、撮影で使う機材を作るときは、こういう、気遣いも必要なんだなっていうことがわかりました。はい。勉強になりますね。はい。よいしょ。というわけで、ダイソーの、LED ネオンコードは PWM で調光できることが確認できました。ここからですね、さらに、センサーとかを追加して使い道を考えたいなと思います。
では、この動画、気に入ってくださった方は、高評価ボタンだとか、さらに気に入ってくれた方は、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。では、また次回、よろしくお願いします。次はですね、お菓子作ります。はははは。